とりあえずおかっぱりで、水温が今14度ぐらいです。でまだね、ただ単に水温とか気温だけの問題じゃなく、30個で水の色見るとちょっとまだ冬の名残があるというか、ちょっとクリア度がすごい高いんですよ。なのでちょっとね、そこは不安材料なんですけど、ちょっとだけちょっとルアー通してみます。数頭だけで、そのチェックする際のルアースキマーなんですね。入ってない。パイロットルアー、あれあれ、あったあった、パイロット2匹もいる。足くたい。でっかい。やばすげえでかい。おお、ハーモニカー。もうね、丸飲みでしょ。今もう取り込んだ後にこう一回フック、リアフックだけまず外してあげたんですけれども、丸飲み系でした。いやー、春先のおかっぱりでね、若干何回も同じポイントに打ってたっていうのは、もうこの岩陰から出るって信じてやった一本で、今までもう40年近くねやっているトップウォーターもあんな出方初めてです。もう、うん、もうドッグウォークバーンバーンバーンとし始めて、ストーンとね、出たバスでものすごい勢いでした。いやー、クリアウォーターだからもう丸見えでした。最高。今年もシーズン到来っていう感じです。いやー、おかっぱりのペンシルベイトトップウォーター、最高に気持ちいいです。よし、これからちょっと調子出していきます。うん、ここがね、あの今白と赤の奥、あそこに何回も入れてて、まあ2バウンドで入って、出ました。ただその1投目はそのちょっと手前だったんですよ。だけどもう一回その奥に入れたら、いきなりもっとその奥のカバーがボーンとね、ボーンと弾くように出ました。一瞬これバスっていうぐらいの速さでしたんで、ね、いろんな出方するんですけど、なかなかあれは、うん、ない出方だった。クリアウォーターだったんですよ。丸見えでした。だいたい鯉の群れに、あの霞ヶ浦もそうなんだけど、鯉を咲かせっていうぐらい、バスを探すなら一緒につくんですよ。ただ叩いてるときは逆に濃いから遠ざかるんで、でもその前は濃いについてたりとかもするんで、あとね、バスだけじゃなくてナマズも濃いと割とね、濃い見つけるとナマズ釣れたみたいな、これがちょっとあるんですよ。ただ時期によっては濃いが叩いちゃうと、濃いがいるところにはもうバスちょっと厳しいという時もあります。時期状況によって、絶対濃い怪しいからちょっとおかっぱりやりたいなと、まあここでダメだな、うん、他に行こうかなと思ってたんですけど、まああれだけの勢いがあるなら、まあもう完全まだプリースポーン前ぐらいのちょっと感じでした。うん。
よし、まあちょっとねこのおかっぱりであそこで出たんで、まああの水深はもう本当にまあハードボトムはハードボトムなんですね、こういう感じなんですけどね、岩のでもすごいシャロー、多分水深ね数十センチっていうところだと思いますんで、うん、ああいうとこ必ずね今年から出たところ写真撮って、ここで出たとかいうデータを取って、ここで出たとかいうデータを取ってっていうのはあの韻を踏んでるわけでもなく、ダジャレでもないんですけど、出た場所をデータ取って、ちょっと参考にね、僕らもしていきたいですし、参考になればね嬉しいなと思います。そんな感じでね、ちょっとコンディションなんかも時期状況ねなんかも詳しく、こういう時にトップウォーターでこういう場所に出ましたっていうのを事実こういうね、動画で撮っていくんで、まあ自分たちも参考にしますし、やっていきたいなと思います。はい、よし、じゃあこれから頑張ってフロート入ります。カヤックにしようかな今日は。うん、やってきます。よっしゃ、とりあえず1本、おかっぱりで嬉しい1本、いやよかった、とりあえずね今おかっぱりで桜の木の下でね出たんでフロータで入りました。ちょっと水的にまだ自分的にはまあ冬の水 な感じがしてちょっと厳しいんじゃないかなということで違うポイントに移動しようかなというふうに言ってたんですけども、ちょっとまあおかっぱりできるところだけちょっとやってみようと思ってやったら出ました。ただねもう奥の奥に入れてまあ本当オーバーハングカバーのもう本当奥から獲物を狙ってる感じで春の出方ですね、ズドーンって感じでしたんで、でスキマーのオリジナルで、ただ真剣にね心折れずにやっていれば1本ぐらい付き合ってくれるやつが必ずいるんで、1本ぐらいはシャローにいるやつがいるんで、それを狙ってその1本のためになるべくミス少なく丁寧にアプローチして、あんまりフローター動かさずそーっと近寄って魚に気配を感じさせず、よっしゃー、あー出たー、でかかったー、スローだよスロー、これただねワンフックだからこうやってこうやって泳いでるときはなかなかね今の活性だと乗らない、リアにフックないんで、ね、一応トレベルバージョンしてありますけど、これ買える、俺の手作りだから、ね、マジックフィニッシュちょっと顔流れちゃってるけどこれです。うん、しゃあないね、うん、これで釣れた、あれで乗らないんだったら リアに服あるウェイク系で1本ぐらい取りたいな、まあもうこの辺はあれだけどやり続けるしかない、丁寧にあんま移動せずゆっくりと移動しながら波紋を立てずに出るか、へそよ、今のポチョンとネズミが落ちました。マジでドブネズミ、こんぐらいのドブネズミ多いんですよね。実はネズミってもうちょい大きい気がするんだけど、水路とかにいるネズミとかこれぐらいの結構いっぱいいて、それを結構やっぱ捕食してるんですよね。そういうサイズ、今のな、乗せたかったな、まあ、ちょっとあれはちょっと触っちゃってる感じする。あーし、今でかかった、ごめんごめん、早い、ごめん、ほんとごめん、あー残念、あんだけひったくってくれたのに。
出ろ出ろ。よし、よし、ショートバイト。あー、ショートバイトだな。今のマントラット50だったら食わせてたな、逆に。やっぱりいいね、スキマーの動き。ちょっと同じシチュエーションですよ。鯉がいて、ハングがあって。あーし、でかかった。あー、でかい。ショートバイト、俺がちょっと変なアクションさせちゃったかな。腹見せながらの回転食いでしょ。やっぱ狙ったポイントだ。うわー、ショートバイト。飛び食い、やばい。フックが、ちょっとフックが飛び食いで、よっしゃよっしゃ、早速。すっごい飛び食いでしたね。春目覚めてね、獲物を狙ってる感じの出方。やっぱこれもスキマーオリジナルね、ガンディスティック 5.6 フィートカメレオングリップ、カメレオンチェンジングリップスーパーレイティブやりました。そこまでサイズ良くないんでとりあえず測りませんが、いやー、いいバス。飛び食いのナイスファイト。14度の水温ですが、ちょっとやっぱり水の中冷たいです。ですがトップにあれだけ出てくれるんで嬉しい一本。これからちょっと調子出してきます。まだちょっと早い気がするけど、12月に逆にバックったことあるんで、ガンディーニでは過去ブロック史上自分の釣り人生の中でも過去一番釣れているルアーです。今マットラットはここ最近は一番釣れてますが、あとスキマーね、やっぱり、うん、スキマーとどっこいぐらいかな、これガンディには。ああ、一応テレビ撮影中にテレビジョンでもこれ記録的な数出してんだよね。印旛沼でトップ道14かなんかで、25本ぐらいとか釣れてるんだ確か。ああ、まあ、特に霞インバスイ系にはこれが、これガンディーニオリジナルがね本当効きますんで、まあ、霞ヶ浦とか印旛沼通い込んで作ってるようなんで、まあ本当に関東でも
ね、全国的に関西でも東北でもついてますんで、ガンディーの新しい使い方、まあ、特には羽物なんですけど、一番前に可変するフロントウィングがついてまして、ジッターバック的ないいところとクレイジークローラー的ないいとこ取り で、最大の特徴はこの前のめりターン、これフラッシングしながらネチネチ一点でするんで、これがね最大の、これで何回もランカー取ってますんで、まあ、雑誌の取材でもテレビの取材でもだいぶこれでね、お世話になってますんで、1年通じてこれは今年丸25周年26年目を迎えるフロックは、原点回帰でランディーに今年1年使い倒します。なぜかというと、もうブランクがね、国内生産がもうこの接着ね、超音波低周波の超音波接着もできませんし、金型も今製造する工場がないので、ここ何十年も困ってたんですけど、なんとブランクがね、昔の工場の倉庫からね、ちょこっとだけ出てきたんで、今年久々に1年を通じて使い倒してほしいですね。今年ほんと何十年かぶりにガンディーンオリジナルが復活しますんで、ただそのブランクが終わってしまうと、もうなかなか生産またできなくなってしまうんで、そこはねちょっと残念なんですけど、ずっと定番でね作り続けたいんですけど、どうしても今国内の工場、すごく精度の高いね技術を持った人が成形でもね、いくらプラスチック成形でも本当に技術がないと、温度だとか成形温度だとか成形条件出すのにやっぱり2時間3時間かかるんですよ。でその条件出しっていうのをクリアしてから、引けてないか、引けっていうのはこうちょっとへこみがあったりとか、あとは看護、ルアーズルアーのボディって半身になってるんですね。縦割りであったり、こう上下割りであったりね、はたまたちょっとスライドっていう方、難しいね、こう抜いてこう抜くとかね、こう抜いてこう抜くとか、こう抜いて斜めに抜くとか、そういうスライド型ってあるんですけど、そういうの全部使ってるんですよね。だからガンディーのこのリアフックもスライド型で斜め45度ぐらいにこう入っている、ね、これスライドピンっていうやつなんですけどね、全部こういうビス打ちもこういうリグも、これがね非常に難しい金型で、成形条件悪いんですよ。やっぱり普通丸型だったら普通に射出成形でこうプラスチックの樹脂を入れてスーッとこう回すんですよね。で巻くみたいな感じになるんですけど、こんなにガタガタしてたらやっぱり成形条件悪いんで、特殊な職人さんじゃないとこの成形条件って出せないんですよ。なんですけれども、本当に温度、成形機の温度を変えたりとか、そういうことによって成形できる、プラスチックだからってボコボコできるような簡単なね形ではないので、でこれが今もうその2代目とかね、もう国内でも高齢化している職人さん、木工職人さんもそうですし、うちのねもう本当高齢化してるんで、プラスチック職人さんももう今やめてしまって、製造ずっとできなかったんで、これがもう接着してあるやつが出てきたんで、もうこれは嬉しい、ずっと出したいんですけど、そのある分だけちょっとね、今月末には出ると思いますんで、1年通じてまあ本当に5年分10年分ちょっと自分はゲットして使いたいなと思ってます。浮き方がこういうちょっと変わった前のめりなのに一発目から立ち上がる、前のめりなのに一発目から立ち上がる、普通は頭がフロントアップしてる方が絶対にいいんですよ。ところが一発目から立ち上がって、ジッターバグ的なアクションからクロールアクションからするし、この音ですね、ペチ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 ね、でこの立ち上がりですよ、このラインのこの短さでね、リール巻かずしてもこの立ち上がりね、もうどこからでも一発で立ち上がってくる、点でも線でも使えるように
やったんですよね。なのでこれは今年1年通じて使っていきたいなと思います。でそのシーズン、トップウォーターシーズンに入って出ますんで、まあ、1年かけて使っていただくとありがたいなと思います。今日も1日ね釣りしてきましたが、4月の上旬、今年はねちょっと遅く、いつも3月ぐらいから4月の中旬ぐらいまで、まあ、ブリブリの大きいバスを狙って大きいルアーで、やってきたんですけれども、ちょっとね4月の頭からちょっと遅くスタートしてるんで、ちょっとルアーも変わって今日これがおかっぱりからもね、なかなかのいいバスが、やっぱりシャローと、まあ、セオリー通りです。もうただシャローカバー絡みと近く の, あの、まあ、近いっていうか深場も隣接しているところ、そこね両サイドで、2本取れましたんで、まあちょっとね、パターンがつかめてきましたんで、また今年もねそれを参考に、いろいろな、釣り方で、まあ、トップウォーターオンリーですけどチャレンジしていきたいなと思います。以上です。